回った遠い空。はい、コアラというゴルゴ IT ニュースナウの時間でございますが、斜めのショットからこっちですね。はい、実はですね、うちに今韓国からの留学生が、はい、来ておりまして、高校2年生なんですが、はい、今日夕方、歓迎のパーティーみたいなレセプションみたいのがあって、で、うちの子供と、うん、うちの奥さんと、うん、なぜか下の子も一緒に、そのレセプションに出で、一緒に帰ってきたのがさっき8時ぐらいということ で、 ほう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 。で、私そこに、まあ、時間合わせて帰ったわけなんですが、うんうん、はい、すでにスーパーマリオに興じておりまして、はい、3人して子供というかね、その子と、うん、あとうちの子2人と、うん、そこで飛び交っているのが日本語と英語と韓国語みたいな。あ、すごい、はい、うちの奥さんは韓国語喋れるんですけど、なんかねすごいことになってました、ね、はい、なんかいきなり国際色豊かなコアラ家みたいな。コアラ家って言うとうちの奥さん怒るので池口家ということでちょっとラーメンが最近食べたくなっているコアラこと池口と、はい、昨日バッチリラーメンいただいたゆるゴルゴ佐藤、そしてめっきり最近ラーメンを食べてないモンゴです。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。まさかこの打ち合わせもしてないのにうまくまとまったこの誰うま状態は。すごすぎるよ君たち、偉いね。びっくりしましたよ、私も。いきなり私が言い始めただけなのに、偉い偉い、ありがとうございます、絵を見てご覧、お分かりいただける通り、ゆるゴルゴ佐藤氏はなんと間に合わず急遽どういうことですか。でなんだよこの番組より息子優先化的な。まあそうですね、当たり前ですねそれはね。すいません失礼しました。はい、9月じゃないや、3月の最終週ということで、はい、もう、ね、今週日曜日になりますと31日ということで、1日から、はい、来週月曜日は4月の1日ということで、まあ、この時期はですね、別れと出会いの時期でございますよどなたかなんかこうこの今週別れる方とかいらっしゃいます？わあ、そうですね、職場の子がもう送別会こないでして、うん、それを辞めちゃうとか、辞めちゃってね、もう新しい職場へね、はい、新たな旅立ちということで、はい、それはまた、まあ、4月1日から出会いが新しい子が新しい子が入ってくるぞ的な。あ、はい、2人入ってくるんですよ。あ、いいですね。男の子、女の子、女の子ね。あ、そう楽しそうでいいわね、わきあいあい、はい、いやなんかいつもの2倍ぐらいの拍手をいただいて非常にありがたいと。いやもうとりあえず先週はいうことでございますよ。いや、佐藤さん お帰りなさいませ。いやただいまでございます。先週はね、どこでもドアで一瞬だけの一人だけのご参加ということで、いやもう電波が届かなくて本当に大丈夫かなと思ったんですけどね電波使ってるんだ、どこでもドアって、そうなんですよ、知らなかったな。ワイマックスの電波使ってるんですね。ワイマックス使ってるんだ、技術的にだいぶ細かいところまで分かってるんですね。いや本当に大変なところでしたけども。すごいですね。ありがとうございます。とんでもございません。お子さんのね、うん、お住まいを探してらっしゃったと、はい、いうことでございますけれども、いかがでしたでしょうか。いやもうおかげさまで場所の方も決まりまして、場所は埼玉スーパーアリーナから2駅ぐらいのあたりなんですけども、埼玉スーパーアリーナの、うん、から2駅ぐらいのあたりの、はい、場所、学校近いんですか。学校は東京です。東京なんですけれども、巣鴨なんで、だいたい電車で30分ぐらい。なるほどなるほど。なんですよ。京浜東北線で、埼京線です。埼京線で、朝が最強の埼京線です。朝が最強のねやめた。あ、はい、まあそれは言わない方がいいかも。地は言わない方がですね、すいません、それは言わない方がいい、はい、ということでございますけども、今日は寒い。うん、寒いっすね。寒かった。うん、寒いっすね。なんと、4月の雪ですか。雪降ったらしいですよね、朝。阿賀野市はどうでした、阿賀野市は。え、今日降ったらしいです、やっぱり。らしいです。うん、すみません、降ってる時起きてませんでした。あ、いや、それは降る前に寝ましたけれども。私もそうなんですけど、はい、夜中に洗濯してから、うん、まあそう、はい、まあ定番のですね。定番の、いつもより最近早くなってますよ。ああ、そうです。寝る時間は。あ、そうなんですか。1時間ほどですけど、うん、まあ3時が2時になり早くて、ね、まあね、はい、ももちゃんの雪見ました。見ました。ちょうど仕事行く時に、はいはい、降りました、ね、どんな感じの降りでした。みぞれっぽい感じで、ね、結構ね、フェイスブックなんかに上がってる写真もこう、うんうんうん、窓ガラスに
ね、あの少しこう一面をうっすら覆ったみたいな感じのね、写真を上げていらっしゃる方いらっしゃいましたけども、はい、まあ、なんといってもですね、吉野家の牛丼ということで、大学時代の思い出、牛丼、そうそうそう、牛丼、そう、あの夜中というか朝4時とか5時に食う牛丼がとてつもなく美味しいみたいなね、はい、でしかも私個人的には吉野家原理主義ということで、他の牛丼屋さんよりも吉野家さんの方がはるかにいいというふうに感じる次第でございますけれども、まあ、今日実はその吉野家さんがですね、牛丼一杯280円に値下げということでございまして、ね、はい、お二人は牛丼の思い出なんてあります？そうですね、私牛丼自体食べたのが本当に大学入ってからなんですよ。で、新潟ってその当時吉野家がこの辺あんまなかったんですよね。駅前とか、駅前ぐらいな、そうそうそう、 今ね、駅前ないですけどね、そうそうそう、いっぱいありますけど、うん、で結構あったのがその持ち帰りとかできる別のチェーンの牛丼のあれはあったんですけど、はいはい、それがまああまり美味しくなかったと。牛太郎言っちゃいけない、違う、ごめんなさい、言っちゃいけない、ああ、言わない、ちょっといまいちだったもんですから、あまりいい思い出がなかった。なるほど、うん、だからナチュラルにとか言って、髪型をナチュラルに、うん、髪型をナチュラルに、うん、はい、まあ、別名寝癖とか言いますけど、寝癖寝癖までなんか何かと同じですけど、はい、うん、寝癖ね、はいはい、ね、あ、なるほどね、そんな感じですね。それ髪型とかあんまり気にしない方なんですか？あんまり気にしないですね。だから確かに、ちょっと伸びたら一気にバサッと切って、うん、そのまままた放置するとかいう感じで、うん、70年代な感じですかね。ああ、そうですね、うん、まさに、でも分かんないよね、はい、私も分かってないんですけど、なんとなくそんな感じかなと思って、うん、はい、今日は5月の9日木曜日ということで、はい、先週5月の2日から1週間経ちまして、ゴールデンウィークもすっかり終わったということでございますよね、はい、今週もコアラこと池口と、はい、ゆるゴルゴ佐藤と、そして桃子です。はい、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。3000名様の拍手をいただきましてですね、非常にありがたいです、本当に、はい、ということでございまして、5月16日木曜日だというのに、はい、寒いかと、てかめちゃめちゃ寒いっすよね、うん、どういうことなんですかこれは。てかそれもそうなんですけど、うん、昨日あっちくなかったです。昨日はあっちかったです、うん、昨日私死ぬとなりましたもんどこで？某駐車場で、某駐車場で駐車場で車の中でちょっと休もうとしたら、とんでもないことになったと、うん、なりそうになったと。いやー、ほぼなってましたね。車内が40度から50度の間の状態でそれは誰かに放置されたとかそういうことじゃないんですよね。いや、単に私が眠たかったってことだけです。自分で寝て気がついたら汗びっしょりだったとかそういうことですか。怖いな、本当、うん、気をつけてくださいね、あれ、うん、シャレにならないですからね。本当シャレにならないね。熱中症というのはこれから、うん、もう間違いなく起きますので十分に気をつけてください、うん、はい、リアル干物は勘弁しましょうももちゃんね、昨日暑くて今日寒かったですけど、何か、うん、エピソードっていうか何かありました？寒いネタ寒いネタ、意味がよくわかりませんが、なんか寒いネタっていうとなんか別の寒いネタが、そうです、だからさ、寒いネタで、うん、寒いネタではないので、あ寒いネタって言ったでしょはいはいはい、はい、微妙な差をこう感じていただけるとありがたいですがちょっと難しく、うん、ごめんねということで、オープニングトーク終了ということでございまして、ありがとうございます。今夜も見ているあなたのためにお送りしますは、コアラこと池口と、はい、ゆるゴルゴ佐藤と、そして桃子です。よろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。ということで、慣れないことをしたのでちょっとこう恥ずかしくなっておりますけども、うん、ちょっとね、日経平均いきなりこの話しますけど、なんかたまにこういう話もしてみようかな的な。いや、てかどうしたんですか1143円。いや、別に私はすっごい株を持っていてすっげー下がってふざけんなゴラっていうことでは全くありません。はいはいはい、はい、株全く持っておりませんので、はい、うんうんうん、ただね、十何年ぶりっていうことで、うんうんうん、はい、びっくりしましたけど、佐藤さん株持ってます？うん、株ってあれですよね、引っこ抜くのが大変なあれですよね。そうそうそう、何人かね、家族で全員で引っ張ってなんかすごいって、うん、おい違うだろうあれじゃなくて、はいはい、もう何年か経つとね、お子さんに読んであげるかもしれないですけどね、うん、ああそうですね、知ってる？大きな株、大きな株のお話ねはいはい、ますけどねって違うだろう、うん、それ俺だ今夜もこのお気楽3人組で進めてまいりたいと思います。お気楽なんですか、はい、うん、なんとなく今初めて聞いた、なんとなく思いついたので、はい、ということで、
残念なことが起きましたですね、ブルガリア相手にですね、0-2完封負けと、うん、いうことで、うん、残念ながら全く見ておりませんが試合内容はまあオンゴールもありですね、うん、あのフリーキックからの失点ありで、うん、ちょっとね、涙してる方もいらっしゃるようですが、まあまあまあ本番まだ先なんで、うん、はい、はい、コアラとゆるゴルゴ IT ニュース NOW の時間が今週もやってまいりました。なんかすごいことになってますね、うん、なんか、まあ、あのそれはちょっと後ほどに回させていただいてあ、そうっすかあ、そうっすか。いや、なんかすごいのは確かなんですけど、うん、はい、あの同じスタジオからお送りしております。はい、うん、ということで、私、コアラこと池口と、はい、夜ゴルゴ佐藤と、そして桃子です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ございます。いつもの2倍ぐらいの拍手をいただきまして、まあ、人数2倍ぐらいですね。人数2倍ぐらいです、はい、ありがとうございます。ということで、いよいよ木曜日最終回、うん、そうですね、ということで最終回ですね、うん、はい、これが最終回じゃなくて木曜日が最終回、木曜日最終回で言ってるじゃんか木曜日最終回でございますよ。はじめね、スタートした当時から木曜日ずっとこの時間でやってきましたけど、うんうんうん、なんとなくこう、ちょっぴり寂しい気もしますが、うん、はい、佐藤さんどんな感じですか、この時間変更に関しては。まあなんか木曜日に燃え尽きてた感があるんでちょっとなんか時差ボケみたいに切り替えが結構面倒かもですね。来週から火曜日の夜8時ということで、うん、早くなりますので、ね、早くなります。ももちゃん来れる？頑張ります。来てくださいよ、お願いしますよ、はい、どっちかというと私の方が危ない気がしますけど、はい、ちょっともしいなかったら、コアラのマーチを置いといていただければというふうに思います。よろしくお願いいたします。喋、はい、んないけどね今日は暑かったね。暑かったですね。暑いなったもんじゃないですか、うん、死にそうでした。また車中であのゆでだこになってとかそういうことはなかったですか？あ、そしたらここ来てませんか？あ、そうか、大丈夫でしたねうん、うん、なるほど。本当に暑かったでございますよ。あとこの時間に来ると車たくさんいますね。うん、帰宅ラッシュ。本当に7時台にね、まあ私なんてギリギリに来るわけなんですけど、かなり混んでまして、本当にギリギリになってしまいまして、大変スタッフの皆様申し訳ございませんということでございます。はい、それでは、コーナーがちょっと詰まってることもありまして、うん、はい、早めに進めてまいりたいと思います。にっこりみたいな、はい、あのコーナーが最後待ってますよ。わー、はい、ということで参りましょう。何が起こった？なんか いますね、うん、なんかしかもあの途中なんかモザイクかかってるみたいな状態ですけれども、なんでしょうかね、なんか怪しすぎません？うーん、まあ、まあちょっと今日は一応お休みなんですけれども、うん、なんかあの存在感アピール的な、そう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 、うん、いや突然なんでびっくりしましたけど、うん、いや突然ワープしたりしますよ、ワープ、うん、いやでもなんかやっぱあれですよね、3人いるとやっぱいいですよね。まあね、ちょっと画面やっぱりにぎやかというか華やかになりますよね、うんうん、だってもう最初にソーシャルであれとか言ってるぐらいですもん誰とは言いませんけど、まあいいや、うん、はい、ということで、もうじゃあバイバイ。暑いね。いや暑いっすね。暑いね。うん、暑いっすね。今年私まだね、うん、そうめん食べてないんですよ、冷たいやつで。おー、まだ食べてないんですよ。おそうめんはイボの糸と決めてるんですけど、また随分限定してますね。絶対にイボの糸です。いや別にナンバーワンでもいいじゃないですか。ナンバー、いや食べ比べてみ、全然違うから。いや分かってますよ、分かってますよ、分かってますけどいいじゃないですか、はい、いやあのイボの糸以外は食べません。あ、そうすか、宣言。なんか拍手割り増し状態、なんか倍ぐらい、なんか投射費って感じですけどね。そう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 、はい、なんかね、素晴らしい、ありがとうございます。はい、今週はですね、いろんな、情景がございましてですね、うん、はい、いろんな情景、はい、そうだ、はい、お客様がたくさん来ていただきまして、そうですね、はい、ありがたい限りでございます、うん、はい、多分今日ソーシャルストリームがその分静かになると思いろんな意味でね、はい、コアラトイルゴルゴ IT ニュース NOW、 今週もやってまいりました。ついに、先週の土曜日、遠近療養メガネを作ることになりました、コアラこと池口と、はい、ゆるゴルゴ佐藤と、そして桃子です、うん、はい、よろしくお願いいたします、はい、疲れてます、どうしました、なんですか老眼と呼ばないでっていう老眼みたいな
ああ、なんかどっかで聞いたら分かりますけど。ローガンみたいな感じで言っていただけるとありがたいかなと思います。はい、思いますが、はい。選挙行きました？行きましたよ、私は。行きました。うん、桃子さんも行かれましたか？行かれました。そうですか。私もしっかり朝から行ってまいりまして。うん、意外と、なんか今回は空いてたような気がしますけど、選挙はね。まあ、全体の投票率が 52% ですからね。低いということでございまして。どうもどうも、なんとか間に合いました。ギリギリでしたね。いやー、危ねー、3分前だよ、ほんと喋らんないよ、すみません、大変申し訳ございませんでした。いやいや、ともね、すみません、ご無事で何より、ね、なんか、はい、ちゃんと法令を守ってまいりましたので、はい、もう後ろに追っかけられたりしておりませんので、はい、それはもう間違いございません、今ここにいるっていうことは、はい、何よりですわ。後で何か来たらちょっと分かんないですけどね。逃げましょうか。終始あれっていうのがね、来たらシャレになる。はい、蒸せるだけですので一口サイズだなっていう1号が、いってないんでいきますね、うん、あ、そうですね、もう一口いっちゃってくださいね、うん、はい。これね、横から見るとかなり面白いんですよ。あのね、あのこれ何の粉だっけ、この粉がね、鼻息で飛ぶんだよ。はい、それはですね、ゆるごるより一言、はい、ということですね、を言わずに終わりますよ、だから今日オチないんですよこれ。だいたいこの無駄知識やるときはだいたいこれで終わると思いますので、はい、これでも2ついてないよ、2が、ん、2、あ、2、あ、ほんとだ、しまった、2つけるの忘れた。最後2つけないとこれね、2が足んない、2が足んない、次はじゃあ今度3つけて、3お願いします。はい、忘れないでね、はい、お願いします。あ、やはり年賀状を使って大体今5ヶ月、半年ぐらいなもんですけど、ぼちぼち今ぐらいなんですよね。ちょっと一回使っとけ的な、うん、ということで改めていつ使うのということで今でしょ、という話になるわけですよ。まあちょっとソーシャル少し広がしていただきましたけれども、さあここでですね、いつも見ている方はですね、私のオチがねえだろうという話があるんですけれども、すみません、今日ですね、オチないです。ほう、なぜないかと、はっきり言います、思いつきませんでした。そこもオチがなかったか。そう、オチがないんですよ。モバイルという言葉でですね、本当はですね、なんかこう同じ語源でなんかあるよみたいなのを出そうかなとか思ったんですけれども、あまりにもつまらなかったんで。多分見てる方はですね、どんどん私のオチがどんどんつまらなくなってると思うんです、実感してると思うんですけれども、本当につまらなくなってます。かなりきつくなってます。ですので今日はオチをなしにして、来週、来週ドカーンみたいなネタを用意してくれるってことですよね。ええ、真冬のようなのオチを出してもらおうと思います。何だそれ、違うじゃないか、話が。発熱量がすごいんだろう、だって。だからほら、真冬のように冷やすんじゃないですか。熱が出てるんですもん。何を言ってるんだか。え、ダメですか、こういうのは。ダメです。ダメですか。ダメです。うわ、却下。却下ですか、うん。まあ、とりあえず来週はオチを作って、いこうと思います。2倍のネタでお願いします。3倍ぐらいにしときましょうか、ね。自分で言ったな。じゃあ3倍のオチということでよろしくお願いいたします。はい、あ、そこするそこする。はい、で、いや、2倍増しにならないですね。私ゆるゴルゴって言ってますけれども、これもなんかほらゴルゴじゃないですか。うん、なんかそういうとなんかゴルゴっぽく聞こえるじゃないですか。うん、一応これはまあ一応念のため言っときます。なりすましじゃありません、ゆるいだけです。うん、以上。分かった。以上。分かった。はい。分かった。ゆるいんです。皆さん楽しみにしてください。今回倍盛りね。倍盛りね。はい、倍盛りですか。ああ、そう言うと申し訳ないですね。落ちないんですよ。許してね、過去ハートということですね。はい、あ、もう一個ありますよ、ちなみに。はい。と、燃料を投下してみます。あえて炎上覚悟を作ってみました。なるほど。そういうことか。これにソーシャルストリームを炎上させ、っていう、うん、はずだったんですが、うん、日本敗北につき、うん、ちょっと寒くなってるっていう、ね、うん、それ以上に、こう、ね、気温が下がってしまったみたいなね。うん、そういう状況でしょうかね、うん。はい。はい、おまけということで、今日ちょっと衝撃的なものをお見せしたいと思います。あるモバイルバッテリー。ちょっとこれ写真出しました。うん、これ結構いい性能なんですよ、うん、見たらですね、これ24000mAh って書いてます容量が。で、出力がですね、これ 1A と 1.8A とですね、2つの大容量高出力タイプなんですよ。ほう、うん、
まあ上のこの辺見てですね、中怪しげだと思ったらですね、それ正解なんですけれども、実はこれ中身すごいです。中を開けたらドン、わかりますこれ、ん、実はよく見るとですね、こうなってるんです。これは電池はこれだけなんですよ。右左って、あ、右左っていうか今外に出てるこの、うん、これそれ何、砂袋は、つまり重さだけを重たい、ほら大容量って重たいって言ったじゃないですか、うん、重さだけそれっぽくして中身はほとんどないっていう代物になったんですよ。これは2万4000あるんですか。あるわけないじゃないですか。ないんですよなんだよそれというですね、とんでもない代物も、あったと。これ実際に買った人がいたそうで中国のメーカーで実際メーカーはあるらしいんですけど、はいはい、いわゆる、一言で言えばパチモンってやつです。これさ、俺の持ってるのと全く同じデザインなんだよね実はね。ということでですね、まあ、買うときには、安心の、コアラブランド、コアラブランドぜひご用命をということですね。ちゃんと大丈夫ですよね。うん、ちゃんと俺のは使える、うん、はい。TV この後も続けてみてくださいね。それでは皆さん、さよなら。実はこの後私も出ます。また出ます。来週はグレーもこれ候補者に向けています。候補者に向けてです。候補者の皆さん、はいはい、落選の言い訳にしちゃいけませんこんな風になってもですね、なるほど、ネット選挙のせいで俺は落ちたとかですね、くれぐれも言わないようにしてねということですね。はい、もうこれダントツじゃねえか。ダントツです。もうダントツ当選です。私はダントツで落選です。ユーゴルゴ何したんっていう感じですか。何もしてないです。ジェームスって誰ですか。ジェームスあの右にいるこの人です。ジェームスって言う、はい、こう言います。はい、なんか 先にハードル下げたら自分前もって、ね、前弱いとかした、いや弱いですよ本当に。だってしょうがないじゃないですか、これで冷えないんですから。え、なんだ、これ水槽、パソコンのケースの横に水槽をつけられるというそういうケースが実際売ってましたへえ、ここに本当に水入れられます。水入れてお魚入れられるってことですか。そうです。ただしここに映ってる魚はこれはあの模造です。あ、これはね、でも水は入れられます。結構水温上がっちゃうような気がするな、うん、だから生物は危ないと思います生物はダメなのね。まあ本当に見た目では涼しげに見えますけれども、でも実際こういうケースは以前売ってました。大体10年前ぐらいなんですけれども、ほう、はい、行きたいよ。そうだ、さっきまあ作ったわけですよ。なんか俺もガヤになってる、うん、まあ作ったわけですよ。ソフト無料ですから、うん、ダウンロードしたわけですよ。まさか、うん、ってことはってことはうまくできなかったんですよそうなんだ、うん、結構大変あれ。何が大変なの。そのまま入力して音程とか作るわけじゃないですか、うん、自然な声で喋ってるののこの発音っていうのを実際作るって大変なんですよ。意外とこの抑揚だの、そうそう、やってみたら、うん、だから最初にだからコアラって入れたらコアラみたいな、すごい声になってコアラの友達感だ、コアラみたいな、ねえコアラみたいな感じになってきてわけわかんない喋りになって、結局サンプル作れなかったというですね、もう本当にあのヘタレの状態です大変です。それでもそれはそれでもなんだ。え、さっきもうちょっと言ったじゃないですか。なんだっけ。え、今日のですねこの資料、うん、まあ結構いろいろ作りましたけれども、はいはい、はっきり言います。はい、半分は表紙です。結構これ大変なんですよ。これ一番初めのやつもう一回見せてくださいよ。最初のこれが元、うん、ダディが元、あ、元これが元、うん、でこれを、うん、データに書き換えたわけですよちょっと一回すみません、カメラちょっと変えてもらえますはい、これうまく作りましたね、うん、うまく作れたんでびっくりしましたわ自分でもすげえ。青と赤の数もあれ、まあこれもちょっとこううまく、まあ、引っこ抜いて作りましたけれども、うん、この字がですね、まさに自画自賛という最後いきますこちら、ドン、これ何だと思います。んこの写真、こ
これなんか CM でもちらっと見た覚え。これ今のスマートフォンの、エルガピっていう機種にあるんですけれども、ガラケーの画面をタッチパネルにつけて、ここでタッチすると文字入力できるようなんですよ。へー、だったらガラケー出せよとなんでスマホにすんだと。そうですね、さっきほら検索エンジン違うと変わるって言ったじゃないですか、はいはいはい、やってみました。私の名前で検索してみたんですよ。 Google で検索するとこういう風にですね、トントントンと、まあ私っぽい感じのが出てきたと、うんうん、で2番目にバイデンで検索してみた、はい、確かに全然違うのが出てきました。何？なんか村田なんとかさんとかですね、なんか医療法人とか言って病院が出てきたりとか、わけわかんないのがいっぱい出てきました。で Bing で検索したらちょっと面白いの出ました。ほう、Bing で検索したらこうどんどん出るようになるんですよ、うん、一番下見てください、ここ、うん、なんでなんで俺、ここにローラローラローラとか書いてるんですよ。ローラなんとか覚えてますそれあのローラ風なあのポーズを撮った写真に書き込んだやつですよね、うん、そうそうそうなんで私で検索して一番最後にピクサが出てくるかが非常に不思議でならなかったというですね、そんな検索結果が出ておりました。わからん。しかもローラローラでしかもね。はい、はい、という感じでございました。いろいろ出てきます。はい、ぜひその後食レポも。ガチでいいですかね。ガチもいっちゃってください。かやこさん美味しいですよ。それあの髪の毛にくっつけないように気をつけてくださいね。髪の毛白くなってますけど大丈夫ですか。史上最強に食べにくい分飲みしてくださいね、はい、ちゃんとかじるの見せながらね、ポッコリッと歯が欠けた今なかなかすごいいい音がしましたけど、大丈夫かぐらいな。コーティングのいいチョコなんですよね、はい、がっちりコーティングで、うんうんうん、なるほど、へー、100% チョコ系な感じですか。トリュフみたいな、うん、トリュフみたいな、はい、お高級ですな、濃厚な、うんうんはい、食べてください。いただきます。うん、果肉がね、果肉が、うん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 、